十日山古墳は、埼玉県行田市埼玉にある古墳。形状は、前方後円墳。埼玉古墳群を構成する古墳の一つ。国の特別史跡に指定され、出土品は国宝に指定されている。金作名を有する鉄剣が出土したことで知られる。埼玉県第2位の規模の大型前方後円墳である。造営年代は、古墳時代後期の5世紀後半と考えられている。埼玉古墳群中では、最初に築造された。十日山古墳は、大阪府堺市の大仙陵古墳と墳形が類似していることが指摘されている。大仙陵古墳を4分の1に縮小すると、十日山古墳の形に近くなる。また、埼玉古墳群の二子山古墳、鉄砲山古墳も大きさは異なるものの、十日山古墳と同じ墳形をしており、やはり大仙陵古墳をモデルとした墳形と見られている。埼玉古墳群以外に大仙陵古墳を縮小した形で造営された古墳としては、奈良県の河合大塚山古墳や岡山県の両宮山古墳などが挙げられる。前方部が失われる前の十日山古墳現在の十日山古墳墳丘は2段に築成されており、吹石が使用された形跡はない。方形をした二重の集合を持ち、堀の深さは築造当時の地表面から約 1.8 メートルと推定されている。集合は通常は空で、水位が上がった時に水が溜まったものと考えられている。後円部の延長には埋葬施設の復元模型があり、階段で登れば見ることができる。ちなみに、埼玉古墳群内の大型古墳で登ることができるのは、丸墓山古墳と、この十日山古墳である。前方部分は、1937年に、周辺の沼地の干拓工事の際に埋め立て用の土として取り崩された。その後1968年に埋葬施設の発掘調査、1973年には、周堀の調査が行われ、1976年に内堀の一部が復元された。しかしこの状態では古墳の保存状態が悪く、見学者には墳丘の形などについて誤解を与える可能性があったが、2003年の復元工事でほぼ修復された。もともと墳頂部に稲荷社が祀られていたのでこの名があるが、水田中にあったので土地の人は田山とも呼んでいた。晴れた日には 100km 先の富士山を墳頂部から真正面に眺めることができる。1968年、規模の小さい愛国山古墳を調査する予定だったが、急遽、半分壊れていた十日山古墳を調査。この発掘調査において、壊れていたために盗掘を免れていた、後円部分の歴角から、金作名鉄剣が発掘された。1978年、この鉄剣の保存処理を行うために、鉄錆を落とす作業中、金色に光る部分を発見。X 線検査をしたところ、115文字の金象眼の銘文が表されていることが判明し、1983年、他の出土品とともに、武蔵埼玉十日山古墳出土品として国宝に指定された。鉄剣や、銘文の詳細は、鉄剣、鉄塔銘文項や、金作名鉄剣項参照。埋葬施設は、歴角と粘土角の二つがある。歴角からは、金作名鉄剣のほか、画文体真珠鏡一面、勾玉一個、銀冠二個、金銅製体、金具一畳分、鉄剣一口、鉄塔五口、鉄矛二口、蛍光小鐘一括、馬具類一括。鉄属一括などが出土した。粘土角は、盗掘されていたが、鉄塔、蛍光、馬具などの断片が検出された。出土品一括は、武蔵埼玉十日山古墳出土品として、1981年に重要文化財、1983年に国宝に指定された。以下は、国宝指定物件の明細である。出土品の名称、印数は、国宝指定時の官報告示に基づく。まびさし付け兜をつけた人物埴輪、鈴鏡をつけた巫女埴輪などが出土している。この古墳の歴角及び粘土角は、公園部の中央からややずれたところにあり、しかも出土した副葬品の片面から古墳築造時期より新しい6世紀前半に位置づけられるため、中央にこの古墳の真の造墓者のための死体部があると考えられている。実際1998年に行われたレーダー調査では、墳頂東端部と中央部で埋葬施設らしき反応が出ている。また1937年に前方部を崩した時に石組みが出てきて、中から固まった矢尻、錆びた刀などが出土したと伝えられている。平成9年に行われた発掘調査では、公園部側の外堀から緑泥片岩などの岩石片がまとまって出土した。十日山古墳では、吹石は確認されておらず、また最も大きいものは 1.0〜1.2 メートル、重さ 0.5 トンもあるため、これは石質石材として使われる予定だったものが、運搬中に堀に転落し、回収されなかったものである可能性が高い。このことから未発見の主体部は、割石積の縦穴式石室が想定されている。この未発見の主体部に関しては、2016年にもレーダー探査で構造物の存在が認められている。歴各被葬者は豊富な副葬品を持って葬られており、大和王権に関係の深い大首長、またはその一族の有力者であった可能性が高いと見ることができる。尾鷲の出身をどのように考えることができるかで各種の説があるが、大きく3つの説に分けることができる。尾鷲を畿内大和王権の有力首長とし、歴各被葬者はその部下で、この鉄剣を下賜されたとする説。大彦が安倍晋、柏手野の祖であることから、領主のうちの一人と見る。大和王権の有力者であるが、東国に派遣されて、歴各の被葬者になったとする説。尾鷲を大和政権に連合していた東国の首長とし、歴各の被葬者とする説。以上3つの説は、いずれも決定的な根拠はない。王氏銘鉄剣によって、5世紀中央期の関東の小首長が大王のもとに武人として奉仕していたことがわかっている。そこで、第3の説に立つと、尾鷲も宮廷に出仕してその力量を認められて、上党。一戸の地位を得、自身の出自の由緒を誇示しようとして、八代の系譜を増査したと考えられる。銘文の末に、我が法事の根源を記すなりと特記されており、尾鷲の絶頂期にこの鉄剣を作って誇示したとも推測できる。また、第1の説、第2の説では、日本書紀によると、534年、安寛天皇より、笠原忠臣が武蔵国造りと定められ、埼玉郡笠原に拠点を持ったことがわかる。何の基盤もない当地に、突如として、畿内に匹敵する、中型前方後円墳が出現したこと、鉄剣に彫られた、尾鷲の父の名の笠清が笠原とも読めることから、笠原を本拠としたとされる武蔵国造りの墓であると、する説もある。これら出土品は1981年に重要文化財に指定され、1983年に未指定物件を追加の上で国宝に指定された。文化庁公式サイトの国指定文化財等データベースでは1983年の追加指定分が反映されていないため、一部出土品の人数が誤って記載されている。129ページ AB 小川良介。埼玉十日山古墳の新情報、若竹る大王とその時代埼玉十日山古墳、3から30ページ AB 坂本和俊、考古学から見た十日山古墳の出自、十日山古墳の鉄剣を見直す24から61ページ33ページ157ページ、十日山古墳に、真の主？未知の埋葬施設か。橋本博文。東国における埼玉十日山古墳の位置づけ、若竹る大王とその時代埼玉十日山古墳31から68ページ、白石太一郎、5世紀の前方後円墳の動向と、十日山古墳、十日山古墳の鉄剣を見直す109から121ページ、和田敦、尾鷲信と若竹る大王、東華山古墳の鉄剣を見直す122から131ページ。なお和田は、歴覚秘奏者は、尾分臣の子供で、鉄剣は尾分から、歴覚秘奏者に与えられた、と見ている。小林敏夫、115文字の名文が語る古代、東国と大和王権、東華山古墳の鉄剣を見直す94から108ページ、中野区市。上巻。ありがとうございます。